皆さんこんにちは。マーケットトゥデイをお伝えいたします。本日の東京株式市場ですが続伸しております。日経平均株価は連日で年初来高値を更新するといったですね、まさにこううなぎ登りのような相場が続いております。それではですね、各指標を確認しながらですね、日経平均株価の先行き、そしてどのような業種テーマが良いのかというものを探っていきたいと思います。それでは指標の方を確認いたします。ご覧になっていただきます、おります指標ですけれども、まず日経平均株価19,155円ということで、連日の最高年初来高値更新ということですね。上昇率にしますと 0.84% です。そしてトピックスですね、全体の動き、トピックス見ますと、日経平均株価ほどは実はこう動いていないという状況になっております。それでちょっと注目していただきたいのがマザーズですね。このところ中古型株指数ですね、この全体の相場が動いている中で一番動きが鈍かったのかなというのがマザーズ、そしてジャスダック平均であったのではないのかと思われます。そういった中で今日マザーズですね、個別の決算発表などもございまして、値を飛ばしている銘柄などもございます。為替が115円50銭ということで、急速にまた円安、ドル高円安が進んでおりますけれども、全体の主力銘柄ももちろん堅調に推移しておりますが、いよいよですね、出遅れ感を伴った中古型株がこう動いてきているのかなという状況です。売買代金ですけれども3兆3000億ということで、相変わらずこう活況な商いが続いているという状況。そして大型株価指数ですね、中型株指数、小型株指数なんですけれども、こちら見ていただきますと、東証一部の中ではですね、大型小型というものがあんまり動きよくない、そういう中型というのが動いておりますので、明らかに東証一部の銘柄よりもですね、出遅れ感のあるマザーズ、そしてジャスダックの中古型株をこう手掛けてきたような動きがですね、日経平均株価が年初高値を更新している中でこう伺えたのかなというふうに思われます。そして業種別の動向を見ていきますと、食料品がですね 3.07% ですね。そして小売、医薬品、リクーンということで、情報通信、電気ガスなんかもそうですけども、ディフェンシブ関連ですね、こちらの方も業種的にはですね、どちらかというと今まで銀行株とか、あとはその資源関係に絡めた商社卸売のところとかですね、それと非鉄金属とかですね、あとは輸出関係のところで自動輸送用機器とかですね、そういった為替に絡めた、資源開発に絡めたような業種が買われていたわけなんですけども、東証一部の動きとしましてもですね、出遅れ感のある業種がこう今日は買われていたという状況になっております。はい、そういった中でですね、日経平均株価はですね、今後どのような状況にこうなっていくのかということで、やっぱりその1月20日のですね、トランプ次期大統領がですね、実際就任して、その後どうなるのかということもあるんですけれども、その前にですね、どの辺まで日経平均株価駆け上がっていくのかというところを少し探っていきたいなというふうに思います。それではですね、チャートの方をちょっと見ていただきたいんですけれども、今ご覧になっているチャートがですね、日経平均株価が黒の折れ線グラフで出ております。そしてこれ価格帯の出来高なんですけれども、1万7000円と1万6500円の間にですね、ひときわ大きな出来高があるという状況です。このラインを抜けますと押し目買いですね、このラインを抜けないとですね、戻り売りが強いと、非常に今まで言われてきたところをですね、何度かトライしてやっとこう大きく上に抜けてきたという状況です。そうなってきますと、過去の推移を見ていきますとですね、これ8月からなんですけれども、2万円超えるところぐらいまでですね、あまりこう節目がない、その前にですね、1万8000円のところでこう勢いよくちょっと揉んで抜けてきておりますので、おそらくこの状況からいきますと、この昨年の年末の高値のところですね、2万円絡みのところを抜けてくるとですね、2万1000円という数字もですね、あながちこう狙えないような状況ではない、価格帯別の出来高ではないのかなと、いうふうに思われます。そしてこちらの一目均衡表の方ですが、雲をですね、上限を抜けまして、この1万8000円ぐらいのところに雲の上限があったわけなんですけども、そこからですね、抵抗感なくこう株価、日経平均株価の方、推移がこう始まってきていると
いう状況です。一目均衡表で見てもですね、ちょっとこれからの株価推移というのは上昇期待感、つまりこの昨年の12月につけた高値というのがですね、まあ、捉えてきているような状況にあるのかなと。まあ、ただ短期間にですね、かなりこう株価の方上昇してきておりますので、まあ、今後を考えていく上ではですね、まあ、中小型株をですね、ある程度動きの鈍かったものをこう仕込んでいく、まあ、買っていくというような状況に少しずつ相場が変わってきているのではないのかなと。指数全体としましてはメジャー SQ も過ぎましたので、まあ、あの大口の投資家の動きも少しずつ少なくなってくるかと思います。まあ、そうしますと年末に向けて、まあ、クリスマス休暇で海外投資家も動き鈍くなってくる可能性もありますので、まあ、国内投資家、個人投資家が好むような、まあ、中小型株というのがこう動いてくる可能性というのを少し考えていきたいなというふうに思っております。そういった中での銘柄の方なんですけども、やはりその中小型株の銘柄もそうかもしれませんが、やっぱりこの年末にかけての材料、そしてその材料に絡めてですね、まあ、相場を形成していく銘柄というのがやっぱり出てくるんじゃないのかなと思うんですね。そういったところで、まあ、今一番言われておりますのがトランプ関連ということなんですけども、ちょっとトランプ関係のところですね、まあ、この3点が大きく変わってくるので、これに絡んだ銘柄と思いますので、まあ、ちょっとご覧になっていただきたいんですけども、まあ緊縮財政、今までアメリカというのはですね、まあ、お金を使わないでなるべくこうリストラしてこうですね、まあ、小さな政府というような形をですね、目指していたわけなんですけども、まあ、これがですね、積極財政に今後共和党も含め政権が変わるということで、まあ、これの期待感が今すごく出ているということですね。まあ、それとあと規制を強化する、これ医薬品なんかもそうでしたけども、まあ、そういったものからですね、規制緩和の方にこうどんどん、まあ、動いてくるというような動きですね。特にこう銀行株のところで今動きが出てきているかと思うんですね。まあ、そしてあとはそのグローバルに考えていたことがですね、まあ、今ローカルにこうどんどんして、それでアメリカのためにというような、まあ、この3つがキーワードになってきているかと思うんですね。ですからこれを基軸にしてパラダイムシフトが起きて、まあ、今後のこれに乗った相場が動いてくるんじゃないのかなということで見ていきますと、まあ、金融、素材、まあ、総合商社、建設機械等を書いて、医薬品等を書いてございますけれども、まあ、こういったところの業種というのはですね、まあ、東証一部の高値形成をですね、つけてきた業種ではございますけれども、もう一度トランプ政権が動くことによって、まあ、その政策がまた見えてきますので、まあ、その政策に合わせてですね、また動いてくる可能性があると思います。ですからむしろこれから相場がある程度ですね、まあ、金融関係とか素材、総合商社の方でお休みするようなところがあればですね、まあ、そこをこう買っていきたいなというところですね。でもこれから年末にかけて、まあ、足元でこう考えていくような相場というのはですね、まあ、どのようなものかと言いますと、ちょっとこういきなり北海道関連とか出てきておりますけども、まあ、どこまでですね、この話し合いが進むかというところがあるのですが、まあ、プーチン大統領ですね、12月15日に来日します。そして、まあ、北方領土ですね、まあ、返還の交渉等ではなくて、まあ、あの日露で共同統治という案も出ておりますけども、むしろ経済協力を推し進めて、まあ、そこで何か日本とロシアの関係を近づけていこうというような、まあ、共同声明になるかどうか分かりませんが、なんかこう関係な話が出てくると思うんですね。まあ、そうしますとやはりそのロシアに一番近い北海道というのはですね、まあ、経済交流、そして投資も活発になってくる可能性もあるのかなと。それと来年1月なんですけども、札幌市が、2026年のですね、冬季五輪に対してですね、まあ、立候補をですね、おそらく立ててくる可能性があるのかなということで、まあ、そうしますと北海道に本社を置く、もしくは北海道で、いろんな収益を上げている会社というのがですね、注目されてくる可能性があるのかなというふうに思うんですね。まあ、東急不動産なんかはですね、もしあの札幌オリンピック等が決まりますと、このニセコ平府スキー場の方でですね、まあ、主力開催地になるんじゃないかというふうに言われておりますので、まあ、東急不動産ですね、まあ、最近の不動産株の値上がりなんかにもこう入ってくるんじゃないのかなと思います。その他ではですね、ヒマラヤとかですね、北欧フィナンシャルホールディングスとかございます。チャートを見ていただきますと、北欧フィナンシャルホールディングスですね、これ銀行ですけども、まあ、ちょっと雲の上限抜いてきそうな状況にこうなってきているのかなということと、
あと東急不動産ですね、こちらもまさに雲の中に入りですね、日足のチャートでいくと十分上昇してきてはいるんですけれども、まあ、週足で見ていきますとですね、まあ、雲の中に入り過去の高値ですね、この825円とかですねをこう抜いてくるような、まあ、様相、そこを抜けてきますと今度雲を抜けるという形になりますので、まあ、1000円の高値というような状況も少し見えてくるんじゃないのかなと思いますので、まあ、これから北海道関連でありながら、まあ、不動産も手掛けているようなところですねを注目していくのも一つの方法じゃないのかなというふうに思っております。以上でマーケットツデイをお伝えしました。どうもありがとうございました。